世尊寺幸久は、鎌倉時代から南北朝時代にかけての苦行、農所家、家人。世尊寺家第十一代当主。十二位、セ尊寺教員、または小和言、盆、尊寺教名の子。官位は四位、左近衛中将。一条とも合した。大覚寺等五代醐天皇の側近として、倉人等左近衛中将歴任。元寇二年、昭享元年。 現行の変後に天皇が沖に流された際にも、千草忠明だと共に、これに従った。このため、自明院東高本天皇は、大上階で用いる雪月きび色髪形を用意、できなくなってしまった。朝廷では、雪草の帰還を命じるが彼はそれを拒んだ。このため、雪草の弟行員ら世存寺家の一族の人々も、ものを代用せざるを得なくなったという。 県無政権崩壊後、御子両親王、常吉親王、新田義貞、新田義明と共に南朝軍を率いて北陸地方に向かうが、金ヶ崎城落城時に自らの命を絶った。家督は弟の行員が継承した。世尊自流を代表する農書家としても知られ、尊厳入道神王に処方を伝授したという。また、直線家人として、 玉葉和歌集以下の直線和歌集に7種が日集している。尊卑文脈及び経図産用による。ありがとうございます。